広襟にこれはなってございます。だいたい今あの日本でももう主流なのはこのように広襟になっております。はい、これ着物には掛け襟ですね。もう一つ掛け襟というものがついております。はい、こちらをこのように3センチほど折りまして、はい、このように、ご自分の方に表が来るようにこのように構えてください。まあ、3分の1ぐらい折っていただきます。で、ご自分の方に着物が表に来るように1つ目に持ちます。はい、そして後ろにまた持ち替えまして、で、あのそろそろっとこの獲物を潰さないようにそろっと肩にかけてください。はい、そして長襦袢の袖底を持ちまして、肩ほぐす着物の袖に通していきます。で、この時長さも合ってるかなというのを点検してくださいね。はい、こちらもこのように合わせて肩を落としておきます。まっすぐ合わせるためにこの背縫いというのが、ごめんなさい、袖山ですね。この線のついているところを袖山と申します。山を持ちまして、同じ力で背骨の上に通るようにところを3センチほど折りまして、この時もこう浮かす感じですね。浮かす感じで持ちます。で、そのままスルスルスルと襟先の10センチから15センチぐらいのところを持ちまして、でしっかりと持ちます。で、バキでパッと勢いよく上げます。はい、そして、畳スレスレまで、床スレスレまでトン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 と下ろしていきます。はい、そしてまず上前を決めていきます。畳を履くようにしながらご自分の体の幅にこのように測ります。で、そうですね、この縦ズマがご自分の大体右の腰骨ぐらいになります。はい、そしてちょっと落としまして、左手を開けると同時に右手を左の脇まで移動しています。はい、下前をしっかり10センチから15センチしっかり上げておきます。着物は裾裾の前に着るようにしっかりと上げておくと、はい、綺麗ですね。はい、そしてトントンしまして、はい、また下っ手側を描くようにしながらこのように進みまして、で、これ縦ズマと申しますね。縦ズマ少しだけ上げておきます。はい、そしてしっかりとウエストのところで押さえておきます。はい、で、そしてこのお紐が通るところちょっとこのように綺麗に持っておきます。中心を持ちまして、右手に預けます。ぐーっと後ろに引いていきまして、後ろで、はい、持ち替えます。はい、脇でしっかり締めてください。移動しますけれども、ここでしっかりと、こちらの第一腰にはしっかりと締めてください。で、左の方で1回、2回長女でもいいんですけど、1回、2回かけられて交差をして、一番後ろ止めておかれたら、かさばらなくて、動きしっかりしないといけません。このように、整えていきます。1枚させます。